はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、いよいよ第2弾、次の一手で覚える囲碁の基本戦略ということでね、書かせていただいたわけですけども、いよいよ早いとこだとね、明日あたりから本屋さんにも並ぶということで、またねサイン本を買っていただいた方にはですね、順次も発送の方も始まっているということで伺っておりますんでね、ぜひとも楽しみにしていただけたらと思います。ですけども、ここで一つ謝らなければならないことがございます。ご予約いただいた、サイン本のご予約いただいた方に向けてになるわけですけども、見てください、こちら、これ私がですね、マイナビさんの方でですね、皆さんにサインの方を書かせていただきました。主導権ということでサインの方をね書かせていただいたんですけども、正確には書いたつもりでした。ですけども、本当にですね、これね、まあまさかこんなにね写ってはいけないものが写ってるというふうには私も思いませんでした。皆さんもお分かりになりますでしょうか。これね、よく見ると映ってしまったんですね。映ってしまっているがためにですね、ご指摘をいただきまして気がついたんですが、よく見てください。指導権という文字をね、よく見てください。これですね、指導権の最後の権という字ですね、正しくは力ではなく刀です。誠に申し訳ございませんでした。これはですね、びっくりしましたね、指摘を受けた時ね。そうなんですよ、刀なんですねこれね。ですけどね、これを力に変えてですね、私まだまだ頑張っていきたいと思っておりますんで、皆様これは剣とは読みませんけども、剣として使えますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も手筋講座ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、黒番でどこに打てば手になるかということで、まあ白さんのね、このような構えがあって完全に陣のような感じがするんですけども、まあもちろんこれはですね、死活ではないので、まあ、全部が取れるということではないんですけども、しっかりと手にしてね、得をすることができるよといった問題になります。はい、それではですね、またゆっくり考えた方、動画の方止めて考えてみてください。では答えの方を見ていきましょう。さあ、黒番でね、まあこういったやっぱニコニコのこのね、ダメが詰まった形っていうのはね、何かとやっぱ薄いなという直感がね、必要になってくるわけですけども、今回も手にすることができます。さあ、どのように手にするかと言いますと、初手はこの割り込みからですね。はい、こちらの割り込みで、まずは白さんにどうしますかと様子を伺います。まあ白さんはこちらから当たりをするよりないのかなというところですね。上から当たりしてしまうと、これね、割合簡単で下がっておいて、次に切りが2つ見合いになります。ですから白もこちらから当ててくるというところになりますが、さあここからどうするかというところですね。またね、ここから考えてもね、十分難しいと思いますんでね、考えていただければと思うんですが、まあ、ここでですね、実は2通りのパターンがあるんですけども、さあここでまず1つ目はこちらを切る手がいい手ですね。でここで切りまして、この時に白は当たりですから、まあ、取るか継ぐかですけども、取るとですね、こちらを当てて、これ繋いでもこのように打てばこちらを2個取ることができますね。でさらにこれはですね、白さんは当たりをしてもですね、取られて、この白はちょっと生きれない形ですね。例えばこんな風に打っても跳ねて、これは目がありませんね。広げてもこちらの方に受けば、これもやはり白が取られてしまいます。ですからこれは白は抵抗として良くないですね。ですから白もこの切られた時に、まあ、繋ぐぐらいということになります。そこで当てて、でこれもですね、白はまた当たりですから、取ってくれば当てて、これもまた当たりになってますね、このやつがね。でつなぎまして、それからこちらを取りますと、さあこれで2目を取った上に、さらに白が何か打たないとまた取られてしまいますから、まあ1着入れるぐらいですから、先手でこの2目をもぎ取ることができたよということで、この図が正解ということになります。さあ変化ですけども、あとはこの時に、まあ、こちらをね今、取りましたけども、じゃあこちらを継いだらどうなるかというところですが、これは取りまして、それから切られてもですね、これはもう平気と繋いでおいて大丈夫ですね。これで白さんはこの黒を取ることができないんですね。例えばこっち下がればこちらを跳ねて、これでダメ詰まりです。でこちらを下がってもこちら跳ねてね、これもダメ詰まりということで、これは白が取られている格好ですね。黒は後からこうゆっくり行けますからね、外からね。はい、ということで、これがまず一つ目の正解と、こちらを打って切る。でもう一つね、こちらを切っても大丈夫です。これも正解になります。これもまあ似たような図になるんですけども、繋いで当てて、それからやはり取って、
当てて、つないで、やはりこちらの今度は2目を取って、まあ、さっきとなんか左右対称みたいな形になりますね。はい。で、こちらの2目を取りまして、今度はこちらで切るということで、今回の正解は割り込みからの切りと、まあ、これどちらでも OK ということになります。はい。ということで、今回も缶詰の問題1問お疲れ様でした。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろいろな動画を上げております。ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。そしてこのいよいよ第2弾発売しておりますので、ぜひともね、本屋さんで見ていただけた際にはですね、ぜひともちらっとだけでもね、見ていただけたら嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。